こんにちは。ビハイリアの松村です。新しく案件が発生したのでご紹介します。今回の案件ですね。次世代機のためのシステム開発エンジニアを探しているというお話です。こちらのお仕事ですね。開発環境の整備であったり、開発支援ツール、システムの制作、構築、保守、あるいは DCC ツールのプラグイン開発、こういった部分を行ってほしいということですね。まあ、なので、応募の資格としましては、タイフメール、PHP、パール、C、C+, C シャープなどのプログラミング開発経験があることツール設計開発運営経験があることデータベース設計運営経験があること Windows Linux での開発経験があること DCC ツールのプライブイン開発経験があることこういった部分上限に挙げられております年月は80万前後になりますのでもし興味がある会社様ございましたらお声掛けいただければご紹介させていただきますどうぞよろしくお願いいたします